ハローアースノイド、ガンダムレギルスとかいう実質ガンダムエイジ4な機体に対するネットの反応をお送りするよ。尻尾付きガンダム、奉仕型ビット、一機で三世代主人公機を相手取る最強のライバルガンダム。レギルスはイサマニシドに最終戦と、意外と出番が少ないわけじゃないのよね。そこの見えなさでは FX のが強そう。キヨが殺す気なかったけどバリアタックル勝負は互角だったな。奈良ちゃんが加勢する前とか普通にレギルス押されてたから実はあんまり互角じゃなかったりする。レギルスってガンダムエイジ4だよな。ワイは白の方が好き。あらゆるガンダムの中で上位に入るかっこよさだと思う。かなりかっこいい。パイロットがね。すっごい微妙な散り際だった。デハートはともかくレギルスそのものは消化不良感が。シド戦は良かった。多分デハートが一番人生楽しかった時期。戦うしかなかったアセムと共闘できるとかウキウキだろうな。謎の察しの悪さがネタにされるが、旧機体のエイジ2に負けるのはちょっとね。とはいえエイジ2自体は量産化するのが無理な程度には高性能な機体だからな。あと割と機体よりもパイロットの腕が物を言う世界だし、ダークハウンドはエイジ2の持ってた射撃戦の強さとか捨てて、ひたすらアセムの得意な格闘戦に特化してるしな。あと戦闘経験ならアセムのが圧倒的に上。スーパーパイロットは本当に化け物だな。言って言って確実にレギルスの武装を封じていってるからな。X ラウンダーの高い反応速度と、直感を逆手にとって一つずつ勝ち筋潰してくね。アセムの技量が頭おかしい上に、モビルスーツパイロットとして一番油乗ってる時期だったのがな。メモリーオブエデンだとちょっとだけダークハウンドに前線してるし、OVA のこの容赦のなさいよね。ちょっとだけっていうか普通に勝てたんだけど、とどめさせる場面で謎の足踏みを始めたので、ひどい。メモリーオブエデンのエイジ 2VS レギルスは普通に見応えある。メモリーオブエデンは見たら割とマジで泣けてしまうから困る。エイジは OVA のメモリーオブエデンが最高傑作やから見るんやで。機体は確かにレギルスの方が最新機鋭だけど。パイロットはダークハウンドの方がずっと進化し続けていたのでね。デハートは寝てたからその機会なかったからな。っていうかこれ展開するだけでダークハウンドに突破手段ないから積むんだけど、ゼハートは絶対アセムに負けたいマンなので、レベル5クソ親父シリーズでも、屈指の実力を持つスーパーパイロットアセムアスの、別に X ラウンダー適正とかいらない人。下手なラウンダーよりおかしい動きしてる。人間関係と家族関係と子供への愛情以外は完璧な人。人間関係はともかく妻を10年以上放置はフォローできない。行方くらますのはともかく、せめて嫁さんと子供くらいにはメッセなり送ってあげても、戦場で再会してこの父に力を見せてみろ、じゃねえよ。小説だと嫁には連絡取ってんだっけ、妹じゃなかった？海賊は別にいいんだけど中二病発症してるのがさ、貴様が乗ってる頭にゼロ距離ドッツガンまで決めたんだぞあのダメ親父、誇張じゃなくダメージゼロだったけど、ダークハウンドの火力が高かったらイサマ死んでいたからな。現場から退こうとしてたのに、戦い続けることになっちまったから余計磨きにかかった。先代主人公が経験値貯め続けた姿。ライバルが寝てる間に中年になるまで家族も捨てスーパーパイロットし続けた男だ。面構えが違う。そりゃイサマと争える最強争いしてる一人なので、ゼハートは瞬殺するよな。前世紀イサマ登場レギルスは多分だけど最強レベルなんだろうな。いつ見ても腹筋バキバキ、ムキムキだよね。人工筋肉っぽさいい。イサマはレギルスを全力稼働させるまでもなく、アセムさばきながら気を捕獲寸前まで追い詰めたからな。どう考えてもゼハートとはレベルが違いすぎる。あのじいちゃん別に特殊な手術されてないよね。どういうことだよ。そしてほどなく衰弱し、企業はともかく X ラウンダーとしては設定上で最強らしいイサマ、てっきりゼハートのが上かと思ったが、イサマは一方的にエデン映像を送りつけてくるくらいには、ラウンダー能力やばいよ。なんやかんやで X ラウンダーだよあのじいさん。マーズレイには勝てなかったけど、いつ発症するかわからん&発症したらじっくりと死に至るしかないから、米顔民は割と狂気に走りやすい気がする。メンタル追い込まなければゼハートも強いんだけどイサマが全力で追い込んでくるから、レギルスは下半身がスッキリしすぎてるのが気になる。
米眼機の伝統として足が小さいのがそう見える原因か。ガンダムの側もパクったのに実に米眼機らしい下半身している。そういう面では悪くない。米眼機全般に言えることだけど、プラモは股関節がボールジョイントなのが本当惜しい。敵の技術で作られたガンダムっていうのがいいよね。異星人が建造したガンダムが第一印象だった。敵が作ったガンダムとしてかなりうまい方だと思う。ガンダムに敵モビルスーツのラインをちゃんと反映させてる。ガンダム史において今までありそうでなかったアプローチのガンダムだった。FX があんまりガンダムっぽくないカラーなのに、レギルスは正統派なトリコロールなのが好き。よく見ると全然ガンダムって感じじゃないんだけど、カラーリングでちゃんとガンダムになってる。すごいやつ。最初見た時はガンダムか、いやカラーリングはガンダムだな、でも何かガンダムっぽくないな、みたいな、すげえ不思議な感覚に陥った。カラーリングでガンダムっぽくしてるだけで造形が完全に米眼機なのがよろしい。ガッキーデザインのモビルスーツではベスト3に入る機体。見た目ガンダムなのに米眼機特有のピポポポポポという例の効果音が流れた時は最高にテンションが上がった。例の効果音でテンション上がったのぐーわかる。真面目なシーンなんだけどシュールで笑えてしまうが、やはりクソ真面目だからなんとも言えなくなる絵様が感情をぶつけるシーン好き。ビットまとって飛ぶのいいよね。バリアみたいにするんじゃなくていくつかに独立してまとわせてる方がいい。あのビットって何なんだろうな。極材化したプラズマかなんかを装填にしてんのかな。ナノマシンが発熱して突っ込む感じなのか。放射状のファンネルと呼ばれてたり、ビームをビットのように遠隔操作する兵器だったり、設定が謎なレギルスビットくん好き。実はレギルスは量産予定だった。アスノケはエイジガマ使ってどうにかこうにか作ってるのに、どうなってるんだ米眼さん。昔の戦争に使われた技術たくさん持ってるんじゃない。赤レギルスはかっこいいけどガンダム感はなくなってしまうな。ガンダム感に必要なものとは、赤いとただの米眼機みたいで元のカラーより弱そうに見える。悪い顔いいよね。米眼機のラインセンサーは実は細かい素子の集合体で、ツインアイの時はその形になることでガンダムのデータをフィードバックしやすくしてるとか妄想してた。レギルスがツインアイになった時はかっこいいって気持ちと残念な気持ちが混ざった。Y はメガスリットになってる方が好き。こっちの目も捨てがたいよな。米眼モビルスーツのラインはいいよね。目の切り替えってなんか意味あるんだっけ？かっこいいから。原理は謎だけどツインアイになるとパワーアップする。頭部だけで逃げれるんだっけ？特徴的な脱出機構をつけたのに劇中で一切使われないのはひどすぎた。構造が他の米眼機と同じだから、てっきりボディだけ取り替えたりするものと思ってたんだけどな。ちゃんと米眼モビルスーツの特徴兼ね備えてるのはポイント高い。